自分のペースで頑張ればいいのよ。応援してるわ。ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃい、ココアちゃん。ちあちゃんの新作和菓子が食べたいよ。どうぞ。あまうさん特製和菓子でございます。ありがとう。ご来店ありがとうございました。ココアちゃんと出会うきっかけは栗羊羹だったのよね。そうなんですね。ごめんなさい、お腹が空きました。豆板醤団子は汗が出てダイエットにいいのよね。わあ、ありがとうございます。ちのちゃんとお互いのお店で立派な看板娘になれたらいいわね。ココアさんとチアさんはマイペースお騒がせコンビですね。誰も褒めてないよ、ココアちゃん。それでもお姉ちゃんは嬉しいよ。シャロちゃんが寝言で今日は特売なのって言ってたわ。あはは、そうなんですね。いらっしゃい。いやね、ちょっと小説を書こうかなって。ラビットハウスで書いてもなんかいまいちだなってね。いいかな。いいよ、チルノちゃん。今回はどんな小説を書くの？木組の町の人たちも私たちの壮大な歴史を知らないから、長い長い歴史を一冊にまとめようかなって。おお、それはいいね、チルノちゃん。あ、和菓子の材料を買い足しに行こうかしら。行ってらっしゃい、チアさん。それにしてもこうして二人でいると昔を思い出すね。そうだね、あの頃はまだバカだったよね。あの日小西行が神になった滅に戦いを挑むなんて強くなったね、チルノちゃん。あ、急にどうしたの？もしかしてお買い物。一緒に行こうよ。助かっちゃった。よし、できた。みんな読んでくれるかな？読むよ、絶対に。今日はありがとう、ダイちゃん。また遊びに来るね。はい、ご来店ありがとうございました。お帰りなさい、シャロさん、チアさん。今日はすごく楽しかったわ、ありがとう。ふふ。ただいま。
お疲れ様でした。晩ご飯できてます。今日のご飯は自信作だよ。うん、いただくよ。今日のご飯、美味しかったよ。ありがとうございます。そろそろ寝ましょうか。うん、おやすみ。おやすみなさい。早く起きてください。起きないのはココアさんだけで十分です。ふわー。おはようございます。おはよう、ちのちゃん。さあ、今日も頑張るぞ。